ていうのがいろんな自然とかいろんなものと深く密接に関わってて、でそこでやっぱりなんていうんでしょう、大きな、まあそれを神と言ってもいいかもしれないけど、なんか存在っていうかね、そういう、まあそうですね、結局愛昔昔昔、私がいた素っ裸で目をキョロキョロさせていた。
今の太陽と同じ太陽が青空の真ん中でギラついていて、今の風と同じ風が草の上をさーっと吹いてきた。学校はなかったけれど私はいた。おもちゃはなかったけれど遊んだ。本はなかったけれど考えた。ハンバーグはなかったけれどうんちをした。寂しくなればなぜか分からずに泣いた。おかしい時は何も分からずに笑った。では蛇の雨が降り、私は生まれたり死んだりした。昔々どこかに私がいた。今ここに私はいる。おじいちゃん、おじいちゃんはとてもゆっくり動く。箱を棚に置き終えた後も両手が箱の横に残っている。しばらくしてその手が降りてきて体の脇に垂れる。そのままじっと立っているおじいちゃんは急に何かを叫び出しそうに見える。ヤシの木が窓からおじいちゃんを覗き込んでいる。ヤシの木の言っていることがおじいちゃんには聞こえているのに聞こえないふりをしているみたい。昨日お風呂場でおじいちゃんを見た。縮こまったおちんちんが見えた。
番何が欲しいの？今一番誰が好きなの？おばあちゃん、びっくりしたように大きく目を開けて、私たちには見えないものを一生懸命見ようとしている。なんだか困っているようにも見える。とっても慌てているようにも見える。前には気がつかなかった大切なことにたった今気づいたのかもしれない。もしそうだったらみんな泣いたりしないで静かにしていればいいのに。でも手も足も動かせないし、口も聞けないから、どうしたいのか誰にもわからない。怒ったように息だけをしている。自分で息をしているのではなくて、無理やり誰かに胸を押されているみたい。急にその息が止まった。びっくりしたままの顔でおばあちゃんは死んだ。お父さん、誰の顔も見ずにお父さんはまっすぐ前を見てご飯を食べている。メガネが曇っているので、弟がそう言ったら、うんと答えて、メガネをシャツの裾で拭いた。お父さんが何を考えているのか、私にはわからないけれど、私のことではないと思う。弟のことでも、お母さんのことでもない。考えてるの？と聞けば、別にというに決まってる。前にお父さんの子供の頃の写真を見た。広い野原の真ん中に立って、眩しそうに空を見上げていた。今でも時々似たような顔をする。
さんの箸が里芋をつまんだ。口を開けたら奥の金歯が見えた。お父さん、お父さん、ずっと生きていて。しまいたいけど、お母さんが崖から落ちる夢を見そうで怖い。道を歩いてくる靴音がする。でもあれはお母さんじゃない。昼間学校から帰ってきたらカレー作りながらビールを飲んでいた。お母さんまた飲んでるって言ったら、はい、また飲んでますって言った。それからお母さんは出かけた。今どこにいるの？お母さん。してほしい。帰ってきてほしい。今すぐ。泣いててもいいから、怒っててもいいから。
私はよっちゃんよりも遠くへ来たと思う。ただし君よりも遠くへ来たと思う。五郎よりもお母さんよりも遠くへ来たと思う。もしかするとお父さんよりもひいおじいちゃんよりも。水曜日に家を出て行って日曜日の夜遅く帰ってきた。痩せこけて泥だらけでいつまでもピチャピチャ水を飲んでいた。五郎がどこへ行っていたのか誰にもわからない。このままずっと歩いていくとどこに出るのだろう。知らないうちに私はおばあちゃんになるのかしら。今日のことも忘れてしまってお茶を飲んでいるのかしら。ここよりももっと遠いところで。好きな人がいるといいな。その人はもう死んでてもいいから、どうしても忘れられない思い出があるといいな。